まずは
と思いますので、今回もお越しください。本当にこういう難しい状況だなと思って、たくさんの番組を見に来ていただいて、本当にありがとうございます。最後まで戦っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。